ハロハロー、ゆうたんです。今日は朝早くに起きています。外はまだ暗いです。今からホテルの朝食バイキングを味わってきます。それでは行ってきます。私はホテルの朝食バイキングは1日は必ずつけることにしています。当たり外れはありますが、当たった時は朝から幸せな気持ちになれるからです。朝食バイキングのお楽しみといえばオムレツです。私はチーズたっぷりをオーダーしました。それにしてもこのお姉さん、目元がとても綺麗ですね。そしてお寿司なんかもあります。ちなみにウェスティンホテルの朝食バイキングは当たりでした。ということでしっかりめにご紹介します。パンの種類もたくさんありました。サラダもしっかり味わえて、フルーツもたくさんの種類がカットされてお皿に並べられてました。そして隣のブースはワッフルを焼いてくれます。シリアルやヨーグルトなどもたくさんありました。そしてその隣には私の大好きなチーズもあります。ハムなども4種類選べます。その他ロティーチャナイやフォーなど様々なものがありました。私が選んだお皿はこちら。あまり彩りがありません。でも美味しかったです。それではオムレツをいただきます。このオムレツ美味しくておかわりしちゃいました。朝食を味わった私たちはマッチンソン山に向かいます。今日もハイテンションです。山の天候は移り変わりやすいと聞いていたので、午前中に向かいます。到着しました。私たちは山頂の展望台に向かうためにあちらのケーブルカーに乗ります。ケーブルカー乗り場の周りには商業施設があります。オリエンタルビレッジです。私がのんびり撮影をしていると、ついてきてないのを心配したキイちゃんが戻ってきてくれました。いつもマイペースに動画を撮り続けてごめんよと思いながら動画を撮り続ける私です。チケット売り場はあちらになります。観光場所でお決まりといえば撮影ブースです。この方たちみんな清掃な格好をして仲良くて可愛かったです。ケーブルカーに乗り込みました。少し雨が降ってきました。山の天候は移り変わりやすいですね。今からあれを渡ります。高いね。地上約100メートルです。よっしゃー。
ケーブルカーを降りてスカイブリッジまでは約10分から15分歩きます。皆さんこの道をよく見ててくださいね。行きはこの階段を下っていきますが、帰りはこの階段を上がらなければなりません。こちらにお越しの際は歩きやすい靴でお越しください。スカイブリッジに到着しました。ほら、あるかもうちょっと全貌を。それではスカイブリッジを渡ります。空中散歩をしているようですね。私は高いところが大好きなのでテンションが上がってます。ここだけ下が抜けてます。原生林が眼下に広がり、そして海も見える場所です。私たちはしっかり空中散歩を味わいました。ちなみにケイちゃん、ご機嫌だと歌を歌い始めます。ケーブルカーを降りたセブンイレブンに可愛いお猿さんたちを発見しました。このお猿さんたちの品種がわかる方は教えてください。そして私たちはランカウイのビーチといえばここパンタイチェランビーチにやってきました。着いたと同時にアクティビティの方が声をかけてきたので、私たちはパラセーリングをすることにしました。いきなり車に乗ってくださいと言われたので、この旅一番の緊張感が走った時間です。しかし無事に渡船場に着いたので一安心しました。私たちが乗り込む船が近づいてきてます。やってきた船が。出航しました。はーい、はーい。隣の船と競争してます。私はスピード感ある乗り物が大好きです。私たちが空へ飛び立つ時間が近づいてきました。ただいまロープが切れないか心配中のケイちゃんです。それでは飛び立ちます。これあれ、あれ大物してたら殴る。もう全然最高、私これ。ほんと、もうこれ、でも苦手かもしれない。え、マジで？なんか怖い？ちょっと怖くなってるわ。でも全然大丈夫？あの、もしも外れてたら分かる。金具が外れることもなく、私たちは無事地上に降りてきました。私だけ最高の時間でした。アクティビティを終えた私たちはビーチ近くにあるヒドゥンカフェにやってきました。この建物の色合い可愛いです。
店員さんたちも同じ色合いの T シャツを着ています。そして目の前に広がる光景も素敵です。私たちは飲み物とナチョスを注文しました。私はこういった場所やバーなどに行くと必ずナチョスを注文しちゃいます。のお店、店員さんもフレンドリーで居心地が良くおすすめです。そして私たちはホテルに戻ってシャワーを浴びて少し休憩した後は、この度一番期待をしているレストランに向かいます。こちら水上コテージのようなレストラン、カユプティです。お伝えすると、ここのレストラン、店内の雰囲気も料理や接客も素晴らしかったです。ここのレストランは最初にテラスに案内をされ、飲み物なども味わえます。料理なども注文して、料理が出来上がり次第建物の中に案内される流れとなっています。この日の天候は曇っていましたが、それでも素敵でした。カユプティに来ました。素敵な写真も撮れました。この後料理が出来上がったので建物の中に入ります。私は素晴らしい時間を過ごしたので、この後動画を撮ることをすっかり忘れてました。サラダとお魚の3品を注文して、その後デザートとカフェラテを注文しました。お値段959リンギットでした。とても美味しかったです。この日は途中雨が降ってしまいましたが、一瞬だけこんな素敵なマジックアワーの景色を見せてくれました。明日は旅最終日です。次回もお楽しみに。